那覇市にある福州園っていう那覇市政70周年記念並び中国の福州首都の友好10周年記念に建てられた中国形式の、ね、お庭があるんですけど、そこ建物とかねあってめちゃめちゃ綺麗な場所で、7月8日からリニューアルオープン、ずっと休業っていうか、まあ、閉園してたんですけど、なのでちょっと今日はロケ班ついでにそこをねちょっと見に来ています。はい、かなり綺麗。ここ見て、ライトアップ。こんばんは、うまいです。いやー暑いですね。沖縄はまだまだ暑いですね。皆さんのところはどうでしょうか。最近ね Vlog のセットアップを変えましたよという話で、先ほどね見せた映像も全部ね同じセットアップなんですけど、今撮ってるセットアップが、A7S3 プラスタムロのね 28mm、75mm ということで、最近ねそれでずっと
Vlog 運用しております。もともとはね 16mm35mm の G マスターレンズで Vlog 撮ってて、まあ、お気に入りのねセットアップだったんですけど、まあ、ちょっとそれが壊れてしまったということで、まあ、今、まあ、試験的にというか、まあ、今自分が持ってるねレンズの中でこのズームレンズがね今ベストなので、まあ、これで使って運用してみてるんですけど、1週間か2週間ぐらいですかね使い始めて、いいところとねこうだったらいいなっていうところあるんですけど、いいなって思うところはねやっぱりあの16mm35mm 使ってる時よりズームがねすごい効くので、まあ、75mm ですからね、広角のズームレンズでは出せない距離感がやっぱ出せるっていうのはねすごいいいなと思っています。まあ、16mm35mm に比べたらねかなり望遠になってくるので、まあ、望遠でね撮るとやっぱりボケみも同じ F2.8 でもねボケみもかなり上がってくるので、まあ、その辺もね面白いなと。でやっぱり遠くにいる被写体だとか遠くに写したいものがあるときはねやっぱ望遠があるとね便利ですよね。 75mm っていうね、それでいてしかもまあコンパクトに抑えられている方だと思うので、こういう価格だったらね、まあ、Vlog 便利に撮れるなっていうところもあるんですけど、まあ、その一方でねやっぱり自撮りをしたりとか、あとは環境をねあの入れたい時、さっきの復習園にね行った時の、まあ、映像なんかで言うと全体をねこうもうちょっと広角で撮れたらいいなっていうところやっぱりいっぱいあったんですよね。景色とか建物の中の様子だとかね、なるべく情報をね詰め込みたいっていう時はやっぱり広角でね、28はちょっと足りないなって感じですかね。せめて 20mm とかね、広角端がね 16mm で撮り慣れてたので、まあ、やっぱりその感覚でいくとね 28mm 狭いなっていう感じはねありますね。まあ、それはね復習園に行った時にちょっと、感じましたね。もうちょっと広ければいろいろ入れるのになとか、まあさっき言ったようにねその逆もあって、まあ、遠くのものをね広角端でも 35mm なんで 16mm35mm は、それよりはねもっと寄りたいな、寄ったら面白いだろうなっていうシーンではまあ 75mm までね寄れるので、まあ、それはもう広角ズームと標準ズームのねやっぱちょっと違いというか利点だったりとかするので、その辺ね使い分けてっていう感じでねできたらいいんですけど、外に遊びに行ってなかなかロケハンついでっていうこともあったので、映像をねこうじっくり撮りに行くというか作品を作りに行くみたいな時じゃない限りはね、あんまりあのレンズをこう付け替えてねなんかやるってことはねそんなないんで、一本のレンズでね全部済ませられるっていうのがやっぱ一番なんですよね。そういうことを考えたら行く場所にもよりますけど、まあ、ああいうね景色だったり見せたいんだったら、まあ、基本的には Vlog には、まあ、16mm35mm っていう画角がね、まあ、広角ズームの方が向いてると思いますね。あの特にねやっぱり自撮りもしたりとか背景も結構入れたい時とかね、そういう時とかもやっぱり広角ズームがあった方がいいなと実感しております。 28mm75mm もね、まあ、いいところ全然あるんですけど、さっき言ったみたいにあの望遠でねズームができるっていうのはすごいいいところではあるんですけど、やっぱり Vlog 仕様だったらねそれに勝ってやっぱ広角域のねズームレンズが便利だと感じております。どうしても画角がねあの狭めだとこうパンをしてあの、まあ、環境というかその風景を映すっていう感じになるんですけど、まあ、それをせずともね広角だとねその定点撮影でも結構すごい範囲で入ってると、この辺ねなんかあ今もっと広角だったらいいなっていうシーンはねこの 1,2 週間で感じております。こうやってね喋る動画の分にはまあ関係なかったりとか、まあ、そんなに背景をねすごい広大なところでなければ、まあ、人に撮ってもらったりとかする分にはいいんですけど、やっぱり自撮りでねこう持つと結構ね画角が狭めで、あの手を伸ばしてもねこれくらいにはなっちゃうので、それはそれでちょっとなんかやりにくいというかでまた近かったらね話さないといけないので、まあ話せば話すほどね、まあ、声も小さく取れてくるので、その分ちょっと声をねあのちょっとだけ張ってみたりとか、広角だったら結構近くにあってもねやっぱり遠くに映るので、その分ねあの声とかは拾いやすいかなと思ったりします。という最近のちょっと Vlog セットアップを変えて 1,2 週間ね経過してみて気づきというか、まあこういう感じなんだなっていうのが分かってきたところになっております。タムロンさんのあのレンズ出ませんかね。でもまあ復習園ねあのやっぱりすごい綺麗でしたね。久しぶりに行ったんですけど、前はね多分お昼しかやってなくて夕方ぐらいに閉まったと思うんですけど、多分ですけど、今はリニューアルオープンっていうか、まあ、また
開業したんですけど、まあ、夜のねライトアップが結構売りになってるみたいで、閉園時間もね9時ぐらいで夜の、まあ、結構遅めでね、あの会社帰りの人も行けるぐらいの時間になってて、まあ、すごい綺麗でしたね。結構ね大人も、まあ、子供もいたんですけど、大人が結構楽しめる場所なんじゃないかなと、夜は特に、まあ、ロケハンで行きはしたんですけど、まあ、事前のねチェックとこういう場所でねなんかできるかなっていうのをちょっと見に行ってみました。今日はね結構もうちょっと今遅めなんで、これからちょっと動画をちょっと編集してアップしてゆっくり休みたいと思います。ということで、動画良かったらいいね、評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。